では最初に自己紹介をお願いします。はい、背番号32番、フォワード坂本修介です。今日チーム指導式を終えられて今の心境を教えてください。そうですね、今日からまたスタートということで、身が引き締まる思いで、しっかりと準備して頑張りたいと思います。坂本選手は J3 から、FC 大阪に加入ということですけども、はい、FC 大阪の印象というのはどのようにお持ちでしょうか。そうですね、JFL 時代も戦った経験があるんですけど、非常に個人技が高くて、みんながファイトするイメージのチームでした。その中で、戦う上でご自身の得意なプレー、ここを見てくれというプレーがあれば教えてください。そうですね、僕の得意なプレーは、クロスからのシュートと、体を張ったプレーや、ヘディングのシュートなど、あと運動量など見ていただければと思います。今シーズン、今から始まるわけですけども、目標、どういった活躍をしたいか挙げていただけますか。そうですね、チームとしては、もちろん JFL 優勝を目指して、その中で J3 昇格がついてきて、個人としては、しっかりと、得点に絡んだプレーや、チームに、貢献できるようなプレーで、勝ちを増やしていきたいと思います。応援していただけるファン、サポーターに向けて最後メッセージをください。コロナ禍で大変な時期だと思うんですけど、FC 大阪が、J3 に絶対昇格するので、今年も熱い応援よろしくお願いします。